こんばんは。青森をもっと楽しく、ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵です。さあ、だんだん秋も深まってきましたけれども、今月の放送どうぞ今夜も最後までお付き合いください。さて、イベント目白押しの秋ですけれども、いよいよですね、今年もうイベントといえばもうドリプラというのがラブ青森プロジェクトの定番なんですが、10月5日に無事ドリームプランプレゼンテーション青森2019が大成功で終わりました。まあ、この番組でも何度となくですね、この情報をお伝えしていますけれども、まあ、改めて、まあ、今年9年目ということで、まあ、2011年の、まあ、震災の年からですねスタートして、まあ、毎年10月とか11月にね開催があるんですけど、まあ、今年は10月5日の土曜日、青森県立保健大学の講堂で、開催いたしました。今年は、まあ、5名の青森県内各地のプレゼンターたちがですね、まあ、自分の夢を語るというところに、まあ、チャレンジをして、でそして10分間のプレゼンを作り、授業計画を作り、そして、まあ、当日はですね、自分の思いを込めたね、各ブース出展なんかもいたしましたし、歴代プレゼンターたち、もうこれまででもう総勢70名の青森県民たちがですね、まあ、何百人という人の前で、まあ、自分の夢の授業プランを語ってきたわけですけど、まあ、その中には本当に夢がどんどん加速して活躍している人たちも増えてまして、まあ、そんな歴代プレゼンターたちの、まあ、販売ブースというのも設けていまして、そちらもすごくにぎわいました。で、感動と共感に包まれるこのね会場、まあ、これはね、言葉で説明するのは非常に難しいというところありますけれども、でも10分間に凝縮された、まあ、その人の人生の縮図、どんな思いで、ここに至って、そしてこれから先どんな事業を通してどんな人たちをどんな風に幸せにしていきたいのか、どんな社会を自分で作っていきたいのかという、まあそんな決意や、まあ思いを込めたね10分で、でそれを、まあ、観客の人たちは、まあ、あたかもその夢が実現している状態を体験してもらうという、それが、まあ、ドリプラの、まあ、プレゼンテーションなんですね。なので、リアルに思い描けなければ、まあ、伝えられないんですよね。なので、まあ、その10分を作るために5ヶ月間かけて、まあ、プレゼンターたちも思い悩みますし、まあ、支援者たちも本気で支援するというね、まあ、本気で成長する5ヶ月間を共に過ごしてきたのが、まあ、私たち支援者であったり実行委員メンバーだったりプレゼンター同士も仲間になってっていう、まあ、そんな、まあ、大人が本気で夢を語って挑んでいく、そんな起業家のね、成長プロセスの、まあ、プロジェクトになっていて、まあ、10月5日は、まあ、そのまあ、発表の日、スタートの日に過ぎないっていう感じなんですけれども、でも本当にですね、会場中もう多分涙を流さなかった人はいないんじゃないかな。それぐらいもう皆さん、本当に Facebook でいろいろ投稿してくださっていた方も多くて、まあ本当にもっと大きなタオル持ってくればよかったとかね、ね、本当に感動しました、共感しました、ね、本当に勇気もらいましたとか、本当にたくさんいろんな感想を投稿してくださってて、で本当に全くドリプラ初めて見たという人も多かったですし、まあ、あるね、プレゼンターの知り合いの方で、なんだか出るから見に来てって言われてよくわからなくて来たけど、でももう本当に感動して誘ってくれてありがとうっていうね投稿をしてる人もいましたし、共感ってこういうことなんだとか、感動ってこういうことなんだとかね、夢を語るってこういうことなんだっていうのが、まあ、分かりましたっていう感想とか、あと今年は中学生たちがですね、5分の
プレゼンテーションを4名してくれたんですね。青森市の浦町中学校2名と、そして、東北中学校、東北町の東北中学校の、2名代表でプレゼンテーションしてくれて、でさらにですね、会場からも、自分も語りたくなっちゃったっていう人たちをね、募ったところ、2人の中学生と1人の社会人の方がね、壇上に上がってきてくれて、思いをね伝えてくれたり、とにかくなんかこうすごくこうね、熱く会場がなった。皆さんそれぞれに感じるものとか思うこととか決意することとかがそれぞれにあった一日だったんじゃないかなというふうに思っています。で、すでにですね、もうこの熱冷めやらぬと、じゃあ来年どうするのと、来年プレゼンターやりたいという人も結構お声を聞いてますし、もっとじゃあその後もね、お互い成長する場が欲しい、なんか分かち合える場が欲しいという声もたくさんいただいていて、で、昨年もやりましたけれども、今年もですね、相互支援会、その後の相互支援会っていうね、ものをもうすでに企画しております。相互支援会自体がね、何なのっていう声もね、会場にいらっしゃった方から結構出てたみたいで、この番組ではね、進捗をお伝えしているので、なんかこんなことやってるんだなってイメージつく方もいらっしゃると思うんですけど、私たちは夢は一人で叶えるものではなくて、ね、仲間がいないと、これ夢っていう言い方じゃなくて、普通にこうね、何かお仕事をするとか、事業を始めるってなった時に、あるいはプロジェクトを始めるってなった時に、たった一人でできることって少ないですよね。なので、仲間が必要で、で自分も、頑張ってる仲間を応援したいっていう気持ち、ね、あると思うし、それこそ本当に日本代表のラグビーをね、応援したのと同じように、なんか頑張ってる人たち、何かに向かってなんかこうチャレンジしてる人のことって、人間の心理としては応援したいとか一緒に感動したいって思うじゃないですか。それと本当に私たちの日常も一緒で、誰かを幸せにするためにこんなことを叶えていきたいとか、こんな世の中にするためにこんなことをやっていきたいっていう、そんな思いを、お互いが応援し合う、ね、足引っ張り合ったりとか、ね、そんなの無理だよってこうドリームキラーになるのではなくて、なんか私にできることがないっていう、そんなお互いに応援をするっていう、そんな文化を青森県で当たり前にしたいなっていう、ドリプラのコンセプトというのは、そこにこうあるんですよね。なので誰もが夢を語って、そしてお互いにその夢を応援し合うことができたら、全ての人の夢が、あっという間に叶うという、一人では叶えられないけれども仲間がいればそれが加速する、ね、いろんな情報とかいろんな応援が集まってくるので、それが加速してあっという間に夢が叶うよっていう、そういう考えのもと活動しているので、なので相互支援、ね、お互いに、助け合う、支援し合う会という、そんな言い方を、これは全国共通、ね、青森だけじゃなくて各地で、いわゆるドリプラというのは日本のみならず、本当にアフリカとか中国とかいろんなところでね、夢を語ろうよって思う人たちが、応援しようよっていう人たちが、開催しているので、これ本当に万国共通と言っていいかな、ね、相互支援という文化をね、作ろうというふうにしていて、なので相互支援会という言い方も世界大会でも使われている言葉なんですよね。なので、自分も応援するけど自分も応援されるっていうね、そういうお互いに何か高め合える、学び合えるような、成長し合えるような場というのを、常に作っています。なのでプレゼンターたちのプレゼンテーションを応援したり、その完成に、ね、のために、何かをする、企業について学ぶ場ではあるけれども、でもそこに参加した人すべてが、ね、そこに参加した、それこそ子どもたちも成長しちゃうっていうね、そんな場になっています。なので、これから起業したいなと思ってる人はもちろんですし、誰かの夢を応援してみたいなとか、夢を聞いてみたいなとか、
あるいは夢を描くってどういうことなんだろう、自分には夢がないなとか、まあ、そんな風に思ってる人でも何かあのきっかけになったり、得ていただけたりすることがたくさんあると思うんですね。で、実際に昨年もドリプラが終わってその後の総合支援会というのをですね、毎月やはり開催していて、その中でオブザーバーとして参加してくれてた人たちも何人もいて、で、その中から私今度実行委員会にのメンバーとしてもっとしっかり関わりますって言ってくれてね、で、実際2019年今年の実行委員メンバーになってくれた人たちもいます。なので、本当に本番は見ることができなかったけれども、なんか気になってたとか、なんか気になるとか、今初めて聞いたけれども、なんか気になるとか、興味あるっていう、ね、どんな入り口でも構いませんので、ぜひ、総合支援会、その後の総合支援会にも参加していただきたいな、というふうに思います。お子さん連れももちろん OK ですし、もう途中からでも、ちょっとだけ参加でも、本当に自由に、出入りができる場になってますし、もちろん無料で参加していただくことができます。ぜひまた1年かけてたくさんいろんな仲間とつながってね、いろんな人たちが夢を語れるっていう風にしていきたいなという風に思っています。何百人、2、300人の方がね、10月5日来てくださったと思っていますね。おそらくそれぐらいの人数が集まったんですよね。で、一人一人に私、声をかけることができなかったですけれども、本当に来てくださった方には心から感謝していますし、この放送を聞いてね、行けなかったけど、なんかちょっと興味あるなっていう方にも、まあ、本当に、ぜひ、直にお会いしたいなというふうに思っていますので、ぜひ、今後もね、つながってください。その後の総合支援会の日程は、直近ですと11月の3日の日曜日、1時半から4時半まで青森市の浜那須会館の研修室で開催します。その後は12月15日、そして1月26日、2月16日、3月15日と続きます。いずれも自由参加です。で、ドリプラ青森で検索していただくとホームページが出てきて、その後の総合支援会の、お知らせとか申し込みっていうのも出てきますので、ぜひチェックして、空いてる日にちがあったら、顔を見せに来てほしいなというふうに思います。ということで、今年のドリプラ振り返りと、まあもうすでにもうその後、私たちはもう常にもうなんか、来年を向いててですね、もうすでに来年に向けての打ち合わせなんかもしてるぐらいなので終わりなきって感じなんですけれども、すごく楽しいです。ぜひドリプラ青森であなたも検索してみてください。ラブ青森プロジェクト。さて、ラブ青森プロジェクト後半はゲストトークの時間ですが、私が大好きな尊敬する女性経営者山本よし子さんのインタビューをお届けしたいと思います。一般財団法人日本プロスピーカー協会という、日本からいじめ差別虐待のない明るい社会を作るために、講演活動していこうという、まあ、そんな志で集まった、仲間たちの、まあ、財団法人、私も、そこの、まあ、シニアプロスピーカーとしての活動もしておりまして、いろいろなねセミナー講演活動、まあ、青森県内でも、していますけれども、まあ、その、まあ、先輩というかね、一緒に活動していらっしゃる経営者の方が、まあ、先日青森に来てくださったので、青森でね素敵な女性経営者のねためのお茶会とか、あとは、まあ、勉強会とかを開催してくださって、でせっかくなので、そこに参加できなかった方のためにもメッセージをということでインタビューに答えていただきました。今日はその後半をお届けしたいと思いますので、ぜひこちらをお聞きください。いや、学びによってこう考え方の習慣が変わったことによってこう人生がどんどん変わってきたっていうね、まあそういう学びの価値をお話ししていただいたんですけれども、まあでも考え方が変わっても、まあ行動を変えるってなかなか
大変なことだと思いますし、でもそんな中でですね、よしこさんという方はもう本当に40歳で起業するっていうことだけでもね、結構なチャレンジだと思うし、でもそれだけじゃなくて、さらにこう大学に行ったり、そして実際お年を言ったらね、今ラジオが見えてないから、ね、60歳を超えて60歳を超えてからまたさらに新しい会社を作るという、まあ、そのね、バイタリティはどこから来るのかという、うん、今日はその辺のお話と、そして今よしこさんが何を目指しているのかってとこを聞きたいなと思っています。 ありがとうございます、はい、どういうかね、神様はたくさんのその訓練をね、はい、私にくださるんですよ、はい、でいろんなことがすごい人生の中でありました、うん、で本当その都度神様は何を私に考えろと、はい、乗り越えろと言ってくるのかっていつも考えるんです、うん、で、まあ、大学の方は機械設計のエンジニアの派遣会社ということで、はい、全くそこのノウハウが私なかったんですね。でどうしても前からそこの工学部にチャレンジしたかったので入りました。で、まあ、4年入りましたって簡単に言いますけどね大学入学するって簡単じゃないですか。でもチャレンジして、はい、本当にもう気持ち悪くて、そのヘドが出そうなほど勉強しました。分からなくて、だって本当に、バリバリ理系の、そうそう、微分積分とか力学系を学ぶんですよね、本当にね。私例えば摩擦とかって計算するとは思わなかったんです。人間の摩擦しか知らないので摩擦って計算するんだみたいなね、そういうその本当に全く知らないところで、はい、でも私が大学に入った理由は、はい、社員の会話を理解したい、社員がどういう、経緯でこの設計者を目指したんだろうとかっていうのを知りたくって入ったんですね。で入って社員が喜ぶんですよ、私が勉強していると、はい、で社員の喜びが私の喜びなので、で、一度も大学辞めたいと思ったことないです。本当に勉強しました。いや私それをね本当にちょっとねこう旗から見てますけど、本当に大変そうだなと思って。退場方針4回やりましたからね。だって入るだけでも大変なのに、そのね卒業するっていう、これがものすごく大変だったわけですよね。大学の先生が山本さんのような方は名誉ですからゆっくり卒業してくださいって言われた時にスイッチが入って、はい、絶対卒業してやるとしっかり4年で、はい、で、まあ、テストにね合格しなければ、進級できないわけですから、はい、テストの時は本当に勉強しましたね。まあ徹夜なんか普通みたいな、でもちゃんと仕事もしましたし、うん、はい、出張のあと大阪から戻ってきてスーツ姿で大学行って実験をスーツでやろうとしたら、うん、教授が山本さんその格好で実験はできないから僕がやってあげますみたいな、すごい教授も協力してくれたりとか、まあ、本当に協力してくれた人もたくさんいたんですが、正当な、試験を受けて正当な評価を得てちゃんと卒業した。でも卒業した時に私が得られたものは、はい、本当想像以上の自信でしたね。私ねもう本当に今まで自分の能力に蓋をしていたのは自分なんだっていうのが分かった。無限の能力が私にはあるっていう、はい、そのものすごい自信、はい、その後に何をやっても私はできるっていうその自信になりましたね。ですのでその後の事業承継、はい、息子にした時も事業承継をうまくやるにはその息子を信頼することだと思って、うん、でその場にいたらなかなかそれはできないと思ってあんまり口出しするのは良くないと思って、はい、その会社を息子に譲って辞めたんですね。でそんな時、まあ、ある事件が起こって、うん、会社を立ち上げるということになったんですね、うん、はあ、でもやっぱりそのチャレンジの根っこにあるものがね、そのいわゆるこう駆り立てるものっていうのがこう本当先週お話ししていただいたいわゆる、まあ、パワーではなくてラブ愛、うん、社員さんたちが喜んでくれるから頑張れるとか、
こうやっぱり息子さんがよりね、あの継ぎやすいような形の最善としてそういうチョイスをするとか、やっぱ土台がそこにあるっていうのがすごいよくわかりますよね。そうですね、私はあの一番幸せなことは、うん、あの経済よりも人間関係だと思うんですね、うん、私あの人間関係さえ良かったら、うん、貧乏は寂しいですけどね、うん、貧乏は寂しいですけど人間関係さえあったら、はい、経済は乗り越えられると思うんです、はい、でもお金があるのに人間関係が良くないっていうのは、うん、相当な不幸だと思うんですね。一番不幸ですよね、うん、ですから、うん、あの息子に事業承継した時も、はい、経済よりも人間関係を選んだんですね、うん、でもその先ほど言いましたように経済は自分で何とかできると思いましたので、うんうん、息子が安心して仕事に打ち込むためには私が経済でも、ね、あの自立することを、はい、もちろん今までのそのまあ資金とかありますので、でもそれよりも私が望むとこはそこじゃないなって息子も分かっていたのでね、うん、あるんですか、ある種なんかこう潔いというか、ごちゃんと一緒に男前、いやもうあのね、いやもうよしかさんは男前なし男なんですよおしゃれですけどね、見た目とっても素敵なんですけどまあ中身は本当に男前で、でもなんでしょう、そのやっぱり潔い決断とかができるっていうのもやっぱりその土台に何があるかによってなんでしょうね、うん、きっとね、自信でしょうね、うん、自信と、うん、あと常に社会は何を求めてるか、はい、自分はね、はい、私いつもいつも考えるのは、うん、社会は何を求めてるのかって、まあ神様は何を求めてるのかって思うんですが、社会が何を求めてるか、うん、で小さい頃から言われてる人生は目的は人の役に立つことって、はいはい、その両方、社会を何を求めて、自分の役に立つことは何なのかっていうこと、うんうん、経済っていうのは後からついてくると、はい、まあ、結果ってことですね、あのよしこさんこの間ね、恐れ山に行ってきたんで恐れ山でまたいろいろなんか内省されたそう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 どんなことを考えてこられたんですか。私あの本当に63歳で新しい会社立ち上げたじゃないですか、はい、でそれも本当に、社会が求めてることをやり始めてるんですが、はい、あの三途の川のところで、はい、三途の向こうから迎えに来るわけじゃないですか、三途川って、まあ、いつかはね、いつかはね、はいはい、でそこであのやりたいことがあるからまだ迎えに来ないでねって言ってきたんです下手したら橋壊しそうですから、ね、そう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 でもじゃあそんな、ね、そのよしこさんが、まあ、あと60年ぐらい生きると思いますけど、うんうん、その人生をかけて今目指したいことってどのことなんですか、うん、今私たちっていうか私の世代がやり残したことは、うん、女性の教育っていうところをやり残してしまったんですね、はい、戦後の母親に育てられた私たちは、うんうん、道徳とか、はい、子どもに対しての慈しみとかそういったものをあの教えられて育ってきたんです、うん、あと節制とかね、はい、でも私たちはその高度成長期時代に育ってバブルの時に本当にあの一番その、まあ20代とかを過ごした時に子供を産んだ時にそれを忘れてきてしまったんですね、うん、それを教えるということを、はい、日本特有のその心というものをね、はい、でそれで今あると思うんです、うん、この社会、はい、で私がやり残したということはお母さんたちにそこを教えてあげたい、うん、まあお母さんたちがこの科学の発展で心が歪んできちゃってるんですね、うん、まあ、いろんな問題がね、それこそ育児放棄虐待もそうですし、うん、産後の、ね、クライシスとかいろんな言葉が今ね、これはねもう本当にね今のママたちがかわいそうなんですね、孤独で、はい、特に出産するまではあのお母さんたち女性は恵まれてますよね、今すごく便利で、はい、お金も裕福だし、でも出産がっていうか、まあ、子供がを出産した時から幼稚園保育園に入れるまでの間、
全然人との会話とかなくって家の中で見ている。でこれ初めての子育てで、まあ、料理もお掃除もおろそかになってしまう、しょうがないと思うんで、一生懸命子供育ててるから目を離したら子供息してないんじゃないかなと思う緊張感とかあるから、でもだんだんそのおろそかになっていくと、帰ってきたご主人が掃除もしてないのか料理もできないのかっていう、その不平不満が積み重なっていく。でもお母さんたちだって何もできない。でもそんな時にはたまにはそういう知るよなって言われた途端に、じゃあ私と変わってよって思いますよね。でもそれからもう本当に離婚になりそうな気が、ずっとみんなお互いに我慢してたから。でも私は言いたいんですよね、もう思いやりしかない、そこはパパもママを思ってほしい、でもママもパパを思ってほしい、パパも頑張ってる、そう、パパも外ですごい稼いでこようと思って、一生懸命上司に叱られながら、お客さんに叱られながら、達成あったりなかったりともすごい頑張って、やっと家に帰ってきたら玄関がすごい汚かった、もうこれもね本当に辛いんですよ。だから認め合ってほしいの、それをね私は伝えたい、喧嘩になる前に伝えたい。でも本当にだからそのみんなそれぞれの最善を生きてるわけじゃないですか。だけれどもどうやったらもっと人間関係がよくできるような、うん、こう関わり方とか考え方とか、うんうん、そういうことをやっぱりまだ知れる機会とか、うん、そういう情報がまだ足りないですよね、世の中にはね。でも一つアドバイスしたいのは、うん、お互いに何を求めているのか、うん、パパだったらママが何を求めてるのか、ママだったらパパが何を求めてるのか、ひょっとしたらパパは、ママが何を求めてるかって、ひょっとしたらブランドものを求めてるかと思ってるかもしれない。でもママが求めているのは一人になってゆっくりしたい時間かもしれない。でパパは本当に恋人の時のようなデートがしたいって思ってるのかもしれない。だから何を求めてるのかお互いに聞いてみてほしい、はい、そういう関係をね、うん、もう一回気づいてくれたら、うん、もう本当にいい子供が育つと思う、健全な子供が。そうですよね、うん、パパとママが仲が良くて家庭の中が笑顔だったら、ただそれだけでお子さんたちはハッピーにきっと育っていくし。そうなんですよね。そうなんです、うん、まあ、よしこさんも、まあ、神奈川県の横浜というところを拠点にしながら、今はそういうね、あのポータルサイトなんかも運営される会社を始められて、まあ、ママたちのための情報発信というのをこれからこう全国に広げていくビジョンを持ってやってらっしゃるので、はいはい、うん、あのぜひまた青森でも、はい、もちろんそういうメッセージを熱く語りに来ていただきたいなというふうに思いますし、はい、このラジオを聞いた皆さんもですね、ぜひまず本当に身近な方への思いやりの行動から始めていただいたり、また、もっと詳しく学びたいなと思ったら、ぜひラブ青森の学びの場、いろいろなところを用意してますので、ぜひつながっていただけたらなというふうに思っています。はい、貴重なお話をいただきました。山本よしこさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さて今夜の放送いかがでしたでしょうか。まあ、イベント盛りだくさんのこれからの季節、また農家の方にとっては、ね、収穫そして出荷作業と忙しい時期に突入していると思いますけれども、ぜひ風邪などひかないように、寒くなってきますので、この1ヶ月も楽しくあったかく元気に過ごしてください。番組はまた来月末にお会いいたしましょう。ラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵がお伝えしました。それではまた。Thank you.